久保さん、今回プロポーズにしましょうか。101回。101回になりましたね。リターンズのなんか早く終わりそうですね。<laughs> ね。<laughs> ま、ああの、なんだろうな。たった一人にあのアプローチしていくと。これが僕と久保さんのやり方ですよね。一人に対して。うん リターンズじゃなくて一番最初、リターンズの前の一話でなんか言ったような気がするんですけどね。一人のために。一人のためにというか、目の前に来た一人のに対応していくっていう。だからまあ、あのー、ビジネスって自分の商品をね、プロポーズ、プレゼンテーションしていくものだと思うんですよ。だから、まああのー、人生において、 自分自身を女性にプ,ロあのプレゼンするのかそれとも商品を作ってプレゼンするのかあまあね就職活動はその会社にね自分をプレゼンするわけじゃないですかだから、まあ、人生って多分プレゼンじゃないですかプロ人,生でプ人生ってプロポーズじゃないですかだって大人になってまず大人と子供の境目って何かっていうと、まあ、一般的には就活で自分のプレゼンから始まるじゃないですか 自分が何してきたのかとかどんな特技があってどうなのかっていう多分そこですよね一般的に言ったらまあその就職一回もしないで起業したとしてもじゃあ起業したらその商品をねプレゼンしていく多くの人に伝えていくそして買ってもらうっていうまあ企業に自分を買ってもらうこいつはうちの会社で採用しようっていうね買ってもらうとだからなんか大人と子供の境目って多分なんか大きく分けるとそこなんじゃないかなと思うんですよね どうすかね、うん、プロポーズしていくっていうね。<laughs> うん。だから、なんだろうなあ。収入を大きく上げたいんだったらあ、より多くの人にプロポーズしていくっていう。まあ、さすがに一人だと限界があるじゃないですか。まあ、客単1000万、2000万、3000万いけるんだったらいいんですけど。ね。うん。だから、まあ、僕は、あの、インターネットを通すことによって、まあ、なんだろうな。 うーん今の数だと数百人ぐらいですかね。に商品こう常にこう買っていただくとか、まあそんな感じですけど、まあこれがネットだと可能ですよね。うん、距離関係ないですから。久保さんと僕の距離もね、鹿児島と広島でね、距離関係ないように毎回毎回プロポーズ見してるみたいなね、プレゼンしてるみたいなね。<laughs> 距離関係ないので、まあ昨日か、昨日、 昨日僕マレーシアの人とコンサルですね。マレーシアの人住んでる人いるんですけど、まあコンサルして、ね、LINE 通話で無料で。<laughs> そう。あ、そうそう。この昨日20万売れましたっつってね、言ってましたけど、マレーシアにいながら商品売ってますよ。<laughs> 日本人に。うん。だからまあネットを使っといいっすよ。 <laughs> いいっすよっていうかね使わないんで使った方がいいよって言い続けますけどうんなんかまあ僕はそのビットコインとか仮想通貨に関しては全く手を出さなかったしこれからも手を出す予定はないんですけどもまあ,あの考え方によってはやっぱり久保さんの言う通とおりあのまあ通貨まあ通,通貨っていうのがまあ変わるとで仮想通貨っていう概念が入ってくる うんっていうとこをいち早くやっぱ入れられたっていうのはすごい僕にはできなかったことなんで,で僕はできなかったことなので、まあ、これからやろうとは思わないですけどただしインターネットっていう世界においてはあ見えてるしうーん YouTube っていうこれ,から、まあ、これから情報発信ですよねこれから情報発信をしていくっていうところは先を僕は見えてると僕は思ってます。 うん少なくてもねうんだから要は何だろうな仮想通貨に関しては結果論じゃないですか結論まあ全部結果論なんですけどビットコインが上がったからいいけどもまあいろんな通貨があって上がらなかった通貨もいっぱいあるしねっうんでもネットの情報発信ってこれから来るというかこれから求められるし情報みんな見てるしだけど手出しゼロなんですよ <laughs> だからチキン野郎がやるには、めちゃめちゃ情報発信しかないと思うんですよね。僕はチキン野郎だったんで、まあ、借金してでも仮想通貨買うとかできなかったですけど、そもそも情報発信に関しては借金する必要性ないですからね。今日から YouTube、今日から Facebook、えー、今日から Twitter。<laughs> ね。ここはね、本当チキン野郎がね、徹底的にやるべきだと思いますけどね。<laughs> バカでもできんじゃないかなと思いますけどね。 ただし、その未来が見えてるのか見えてないのかっていうのは大事ですよね。どうあがいてもインターネットがこれからもっと普及する、普及するというよりか、倍速で、まあ今度 5G 出てますけど、5G のあと 6G じゃないですか、6G のあと多分 7G 出てくると思うんですけど、それは見えてますよね、どう考えても。今後、倍速でネットの回線が速くなるので、じゃあ、ネットの回線が速くなるとどうなるかって。 っていうと情報伝達がより早くなるわけじゃないですか、ね、人々がより早く情報にアクセスしていく一瞬で1秒で秒速であのアクセスできるようになるなおかつ AI が発達することによってあのもう検索しなくてもなだろうなその日のにあった情報があの勝手に出てくるまあ今もね出てますけどね今 Google でログインするとあのもう その検索履歴がその人に合ったものを上位表示させていくっていうのはもう常に追行されてますけどね YouTube もそうですけどいつも見てる動画の関連する動画をこう出していくっていうのがもう出来上がってますけどうん。だ僕はだからそういうのは出来上がってるんで僕の戦略としては一回でも僕の動画をクリックさせてね,ね興味付けするわけですよそうすると勝手にその露出していくわけなんでその人にね しかも AI が <laughs>。<laughs> AI が吉谷拓郎を露出してくれるので <laughs>。っていうなんかその先が、まあ僕は数の理論をやってるんですけど、その数の理論の中にもそういうなんだ戦略とかなんかそういうのは見えてるので、まあひたすらやりますけどね。うん。だからその、まあインターネット用語で言うクッキーってやつですね。吉谷拓郎のクッキーを踏ますみたいな <laughs>。キャッシュクッキーを踏ますみたいな。 まあちょっとそういうことをやってますけど、うん、そう、そんな感じですね。はい、いってらっしゃい。